でそれでなんかね、その駐車場とかあるんで、営業所の駐車場とかもう縦になんかめっちゃ止めちゃって、普通にやったら止められなくて、車がね、新入社員めちゃめちゃ入ってきて、もう縦止めだったんですよ。だから最初に止めた人って、後から止めた人が帰んないともう帰れないっていうクソみたいな状況で、で今思えばもうなんか最初からみんなが辞める前提でこう、まあブラックだからね最初からみんなが辞める前提で雇ってたっていうか、最終的にこうなんかもう辞めるのを前提で多分雇ってたんですよ、うん、いやもう縦にだから無理やり止めてたんですよ駐車スペースがなくて。だ俺一応半分ぐらいまで減るまであれだよ、耐えてたからね一応そう、俺半分、俺が辞める頃にもう半分の人辞めてたから、一緒に入った社員が、新入社員が、同期がね。そう、なんかいついつになんか入、なんか新入社員のなんかこうなんつうの、入社式みたいなのがあって、それじゃあそれで面接行って、あなた合格ですって言われて、じゃあいついつに来てくださいって言われて、それが新入社員の入社式みたいなのがあったんですよ。でそこで一気に俺を含め多分14から16人ぐらいが一気に入って、で俺がもう3週間後に辞めたんだけど、その頃にはもう半分になってた、もう7人とかそんぐらいになってた。今思えば俺の無職歴に傷を、汚点を残してしまったと後悔している。あの時働いたことによって俺の無職歴に傷がついた、汚点でしかない。だから俺無職歴がまだ2年か3年ぐらいだからね、言ってもてか正確には今一応会社の社長だから今無職じゃないんだけど正確には、うん、そうだ俺無職じゃないんだった今実質無職だろ。いやそう、まあ実質無職かもしれないけど、でもなんだかんだ会社の税金とか本当払ってるしね。あと利益に対してだけじゃなく、そのなんだ均等税って言うんだっけ、あれも払うんすよ。絶対会社を継続するために払わなきゃいけない、月7万だっけな、7万のが8万だったっけ、あるんですよ。それどんだけ会社の赤字だろうが利益でなかろうが必ず払わない、利益も必ず払わないといけないやつもあって、うん、よし行くか。会社のホームページ聞いた。あれは別にホームページはね、そのレンタルサーバーとかでやってたから毎月金かかるんですよ。毎年か。まあ月ごとに払うこともできるんだけど、年でやってたから、ね。あとあのドメインとかもね取得して、ドメイン料も払わないといけなくて。でドメインがね、なんだっけ、うわびっくりした、なになに、え今のはな、俺のアンチか、違う、なんだ今のあのね、その CO.jp のねドメインもね作ってたんですね。で CO.jp って法人のね、法人じゃないと絶対取得できないねドメインなんですよ。個人だと絶対取得できない、会社を持ってないと CO.jp ってそのドメインってね取得できなくて、 CO.jp のねあのドメインのねドメイン料も払ってたし、
あとレンタルサーバーので、まあ、月でも1年でね、でも言うても1万あれば足りるんですけど、あのドメインもね高いやつだとね、あのね2億とかそんぐらいするやつあるらしいんですよ。2億3億とかでも別にそのまあぶっちゃけニコニコのあの企業チャンネル作るためにその自社のホームページが必要だったから、それだからぶっちゃけそれドメインとか、うん、取得して、あとレンタルサーバーとかも借りてやっただけで、別にそれ以外でホームページとか必要なかったから、もうホームページ自体は閉じちゃった意味ないから、もうでニコニコのチャンネルももう閉鎖したし、もうニコニコの企業チャンネルってうまみないかんね。なんかその企業チャンネルを利用したなんかユーザーチャンネルみたいなやり方ってうまみがない。そのやり方だとクリショ登録できないから、もううまみがないよ。人は集めれない人だったらそもそもクリショで稼げるから、それでいてみんなの負担になるからね、年会費とか、年会費っていうか月額会員費とかね、あとは個別でなんかいろいろ売ったりとかしてさ、動画とか生放送、寒いな手が。てか全然青になんねえな、もう全然青にならない。なんなのお前、どうしよう。あーなんかもう一人ぼっちでなんか寂しくなってきたな、どうしよう。キャバクラでも行こうかな。なんか一人でいたら寂しくなってきた。配信できないと思うけど、うん、歯ブラシはいつものように鏡の中にこう並んで、あー待つよ俺は、まあ、これ押さないと多分青になんないやつじゃん、これ出た、押さないと、あー赤で普通に進んでる。ちょっと、まあ、俺も配信回ってなきゃ普通に行ってたと思うけど通報されちゃうから、超バカじゃん、押したらすぐ青になった。たまにあるよね、こう押さないと全く青にならないとこ、うん、あとなんかさ、こう近づいたらなんか人のなんかセンサーみたいなのがあって、それキャッチしてなんか勝手にこう青になるやつあるよね。なんかすごいこんなホテルできたんだね、サンルート。あでもちょっと前からできてるね、前こんなとこなかったのに、前ここパチンコだったんだよ、前俺がホストやってた時にここパチンコ屋で先輩がよく打ちに来てた。10日でもないし設定も入らなそうだし、本当に狭いパチ屋で完全にここで打つの負け戦なのに、俺は打たなかったけどでもたまにフラッて寄って得なれるやつがあったら打ってたけど、ほとんど得なれるやつも起こってなかったし、そもそもがまず台数少ないし、ホストってところ23かそんぐらいだったっけな、多分23か4ぐらいの頃ねちょっとだけやってたんですよ。まあ別に自分の本意でやってなかったけどね、すごい。その時もね女の子と失恋して、それを同級生の友達に言ったらね、なんかあのちょうどその同級生の友達がホストとかキャバクラのボーイとか、そう夜の仕事よくやってた友達で、でちょうどその時無職だったんですよその友達、うん、で俺がそのくね、もう失恋してもう俺は心が苦しくてもうダメだって言ったら、じゃあ俺と一緒にホストやろうぜって言われて、一緒にホストやってね、女があっちから寄ってくるからね、そんな女忘れろって言われて、うん、そんな状況じゃなかったら絶対ホストなんてやってなかったと思うけど、なんかあまりにも寂しくて友達がそう言ってくれたからやったんだよね
寂しさを忘れるために